4球の試合は赤コーナー八戸工業大学第一高等学校関下幸喜選手の判定勝ちでした。続きまして D マット試合番号71番65kg級赤コーナー鹿高等学校有原広人選手対青コーナー岡山北高等学校池端俊選手の試合を行います。試合の結果をお知らせいたします。 D マット71キロ級失礼しました。